じゃあ次いきます。サポーターにどう呼んでほしいですか？小屋、友屋、何でもいいや、何でもいいっす好きなように呼んでください。はい、そういうことです。雰囲気が優しそうに見えるのですが、温厚な性格なのでしょうか？それ俺に聞くのどうよ、逆に。いや、自分は率直に話しやすいです。あ、なんか話しにくいっていうのは全然ないです。だそうです。ちょっとけやすいって感じです。好きな動物は猫派ですか犬派ですか？犬派です。なんでですか？いや、京都にいるめっちゃ可愛いね、りんちゃんが。りんちゃんって言うんやけど、うん、ほんまに可愛い。え、ご自宅で飼ってらっしゃるんですか？一回におる。バリ可愛いな。そうですね。トスで好きなちゃんとはありますか？うん、そんな特別いいっていうか、まあ、全然全然いいな、かっこいいしな。そうっす、一体感なんですよ。なんだっけ、あのさ、サガントスのなんか言ってたやん、入場かなんか、はい、の時に歌う歌。はいはい、わかりますよ。わかる。はい、あれはいいやん。はい、なんかちょっと興奮しますか？うん、満員で聞きたいね、早く。ああ、そうっすね。あれを、それはありますね。これ気にすか？何何聞きにくいですけど、生え際は気になりますかっていう質問なんですけど。いやー、気になりますね。気になりますか、やっぱり。まあそれは無縁なんで仕方ないっす。うん、次行こう。深いことは聞かないよ。はい、髪型のこだわりはありますか？ないです、特に。はい、彼女さんはいらっしゃいますかっていう質問です。まあ実はこの度、まあ、ちょっと前ですけど入籍させていただいて、結婚しました。おめでとうございます。おめでとう。何ももらってんやねんこれから。まあでも、まあまあ自分のことでちょっと申し訳ないんですけど、あの、まあ家庭ができたっていうところで、まあ、より一層責任持ってやっていかないといけないですし、まあ三男とずっと、まあ、家族のために、これからも頑張っていこうかなと思います。これからも温かい応援よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ次の質問行きましょう。小さい時の楽しかった思い出、好きだったお菓子を教えてください。お菓子お菓子か。駄菓子は好きやったの覚えてるけど、はい、何が好きやったかはもう覚えてない。かわやきくんとかあったな。食ってましたね。あとタラタラしてんじゃねえか。あ、それも美味しいっすね、うん、その辺しかあんま覚えてへん。そうそう、ね、もういいで、もサッカーしかしてない、ほんまに。サッカーしかしてへんから、まあなんか学校帰りは走って帰って、放課後はサッカー。真面目っすね、結構。え、他何するの？まあ高校、彼女とか。え、小さいねそうっすね、好きな人と遊んだりとか。いや、しん、そんな感情よりサッカーやったな。真面目なの。まあちょっと言うたみたいなさ、モテへんから。違う違う違う、そういうことじゃないです。じゃあ次いきますカラオケの18番は好きなアーティストを教えてください。カラオケは行きません。一曲言っときますか、ここで。え、一曲言っときます好きなアーティストですか？さっきも言ったけど、やっぱいろんなジャンル聞くんで、はい、まあ誰ですかね、ヒゲダンとか。最近で言えばミーハーってことでいいですか？ミーハーやな。ミーハーかな。うん、ミーハーなんかもしれん。はい、外洋楽も聞くねんけど、その誰とかあんま覚えてへん。確かに、わかります。わかる。はい、なんかちょっとリズムとか、そう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 、感じでちょっとこれいいなってのはあります。アーティストがあんま覚えへんからさ、はいはい、そんな感じやな。はい、そういうことです。トスでお気に入りの店は見つかりましたか？お気に入り、まあ何個か見つかってっていうか、まあ選手が行くところが多いから。あと誰、なんか逆にまあ教えてもほしいよね、逆に。そうです。チーズケーキが美味しいとも教えてほしいです。ぜひ教えてください。教えてください。カフェでもいいんで。はいはい、次行こう。お願いします。小山選手のストレス発散方法は何ですか？ストレス発散、一人でゆっくり、家でゆっくりする。誰にも会わない。寂しくないですか？全然
俺全然いける。オフの日とか全然一人やもん。読書したりとか。自己啓発の本が好きというのことですが、葉隠れはもう読まれましたか？佐賀には300年前から葉隠れ武士道の自己啓発本がありますっていう。知らないし好きだったんですね。自己啓発の本は好きやけど、なんかもうマジでガチそうや。まあ一回どっかタイミングがあれば読んでみます。お願いします。京都出身の小山選手に質問です。佐賀の豚骨ラーメンですが、京都はどんなラーメンですか？佐賀、京都は豚骨醤油が多いんじゃないかな。そのなんかこっちでさ、マジで豚骨やん。はい、豚骨。あの匂いとかも全部、はい、もっとあっさりしてる。多分豚骨醤油とかが多い。その豚骨っていうのはそんなない。もっとなんか豚骨醤油、醤油と豚骨混ぜた感じ。食べますか？俺好きっすよ、ラーメン。ラーメン好きっすか？好き。なんで？そんな意外？こっちに来て食べました。どっか食べた。どこ行きました？どこ行ったっけ？博多ラーメンやろ。はい、丸子みたいな。丸子ラーメン。あの丸に幸せって書いて、はいはい、ラーメンみたいなのがなんかおすすめられたからまずそこ行って。有名、ね。有名なの？多分有名っすよね。とか行った。でもまあオフ前とかやな、食べるにしても。味は。美味しかったですか？うん、豚骨。気に入ってくれました？うん、うん、福岡で一回食べてみたい、ほんまのガチ、本場で。小山選手はケーキ屋に行ったら何ケーキ食べますか？へぇ、チーズケーキか。さっき言ってまあ、チョコ系か。モンブラン好きやからな、俺、うん、でも時期や、時期があるから、まあ、そんな感じです、はい。今週卒業する小学生に向けたメッセージをお願いします。全国の小学6年生に向けて。マジででかいな。小学6年生やろ。まあまあ広いっすね。まあまあ広いな、はい、小学6年生か。そうです。中学生になるってことやな。はい、ためになるメッセージをお願いします。まあまずご卒業おめでとうございます。まあ中学生になるってことで、まあ新しい環境になると思うんで、まあいろいろ友達関係だったりとか、まあ勉強も難しくなって、まあクラブ活動だったりとかそういうのも出てくると思うんですけど、まあ文武両道は意識した方がいいと思うんで、しっかり勉強して親の言うこと聞いて、まあ自分の意思も持って、まあ夢を探してくれたらいいかなと思います。中学生でも頑張ってください。ありがとうございます。はい、じゃあ最後の質問になります。鳥栖に来てどこかへ出かけましたか？また行ってみたい場所はありますかっていう最後の質問なんですけど。鳥栖に来て、はい、アウトレットは行ってみたい。行ってないんですか逆に？まだ、うん、近いんですけど、練習場から。近いけどさ、あんま行くときないやん。佐賀だ、アウトレットは行ってみたいのと、逆にどこ、あの佐賀ですか？うん、佐賀よ。鳥栖、佐賀、鳥栖、まあ、佐賀でもいいと思います。ここは行ってほしい、行ってみてくださいみたいな、あの、あります。どこ？呼ぶ子のイカ。あー、そこは行ってみたい。遠いんやな、でも遠いんやな、ちょっと、まあ、遠いですけど、多分いいと思いますよ、ここ。じゃあそこ行ってみます。次、質問に答える選手を指名してください。次、僕が質問するのはディアン・ヨンギ選手にしようと思います。皆さん、ぜひディアン・ヨンギ選手に質問したいことをこちらに送ってください。よろしくお願いします。お願いします。